ピーコ胸ラインズを舐められた矢印これを。ピーコはパッと目が覚めた時には、伊藤さんが私の上に覆いかぶさっている状態。部屋は暗かったのですが、伊藤さんの顔が私の目の前にあるのはわかりました。うわ、いると。その光景は、はっきり覚えています。一方でいつの間にか椅子から窓際のベッドに移されていたという B さんも意識を失っている間に性被害に遭ったと訴える。目覚めた時私は下着を剥ぎ取られ、股を広げられた体勢でした。トレーナーの男性から覆いかぶさられて、思うように足を動かせず、跳ねのけることもできなかった。その後、胸や陰部を舐められたり、触られたりしました。驚いたし、怖かったし、隣には友達の A ちゃんもいるわけでやめてくださいと言ったとは思うのですが、大声を出すことはできませんでした。暗がりの中でも、隣のベッドで A ちゃんが伊藤さんに侵されているのはわかりましたが、まともな意識が彼女にあるようには見えなかった。私の膣内には陰茎を入れられた感覚が残りました。伊藤は性行為は一切ないって言ってる。そう考えたらこれが全部嘘って怖すぎないか。生々しいは妄想癖すごすぎるな。インフルエンサー活動再開させたり、ほんと常人の感覚じゃないんだから盛り癖もあるんだろうな。結局この女性二人と飲みに行ったのは本当だったの？どこまでが本当かわからん。こんな慎重に新卒で入りたがる人おるんだろうか？被害を主張している女性の立場だと、警察に届け出て事件化して相応の賠償を償ってもらうことだけを考えるので、なぜ週刊誌にリークしたか理解に苦しむ。あまり公には知られたくはないはずだが。慎重をプライバシー侵害と虚偽申告で訴えるクラウドファンディングとかないかな？慎重は自称被害者にいくら積んだか教えろや。全貌わかるのいつなんだろ。